寝てました、寝てましたよ割れたねソフトバンク。うーん、あのね、いや怪しいと思ったんですよ。3件も当たったの。今まで一昨年とか日本郵政がさ、まあ個人に株をばらまいたあの時ですら1件くらいしか当たらなかったのかな。で去年も佐賀とかも当たんなかったし、あんまねでかいのに応募してもそんな当たるもんじゃないんですよ。他にもなんかあったような気がする。メルカリとかも全然当たんなかったし、今回3件も当たってさ、で補欠も何個かあったから、もう怪しいなと思うべきだったんだよね。ていうかこれ割れたの個人の売り圧力じゃねっていう、みんな成り売り出てたんじゃねっていう。まあいいんだけど、とにかくいや今回さ、俺まあプラスマイナスの可能性も当然想定したけど、あんまりここしばらくさ割れてなかったんだよね、こういうでかいのでも。メルカリどうだったっけ。うん、あのメルカリ当然めちゃくちゃプラス2000円くらいプラスだったね、初ね。そうでかいのはねマイナスなってなかったからさ、まあソフトバンク、まあ僕ね5000円くらい抜けるか、まあ50円、1550円くらいつくのかなと思って、小銭拾おうと思って当たったとこ全部もあの申し込んだら全部あのこうなっちゃったっていう。怪しい、まあいいんですよ。うん、でさ今日あのっていうかIPO のこと全然忘れてた。一応リマインダーかなんか入れてたんだけど、スマホつけた時点でリマインダーピピってなったから意味ねえんだよって。あの起きたのがね10時くらい、10時にねまあ、ごちゃん、メイトでこう開いて、剣毛だったかね軟税だったか覚えてないけど、開いたらさソフトバンクこぼれわらわらみたいになって、あ今日だったと思って、でまあ起きて株価見たら10時くらい、1390円くらい、今1350円くらいやってるんですけど、成り売りしましたね。ここで、まあ、僕が言うのもね、爆損大王こと私チグリが言うのもなんですけど、ここでマイナスだからって言って持ち越すやつはもうこれからも損するやつですね。うん、まあもちろん銘柄にもよるんだけど、ソフトバンクこれモバイルですよね。うん、これがソフトバンク本体だったら、まあリスクもあるけど、あの会社はね、まあ、孫さんがね、まあ、何するかわからないから上がる可能性はあるんだけど、まあ、日経もね連動すれば構成銘柄ですから上がっていく可能性もあるけど、ソフトバンクこのモバイルをね持ち越すやつはまあセンスが、まあ、僕が言うのもなんですけどないと思います。ということでね、僕が成り売りしたんでもしかすると上がっていくかもしれませんが、まあ、結果はまあこんな感じでね、だらだらと、まあ、落ちていくと。で来年もね株高にはなると思わないし、多分マイナスなんだろうな、外人も売るだろうし、まあいいやその先の話は。というわけでソフトバンク攻防らします。あの皆さん、素人の皆さん、当たってたら怪しんだ方がいいと思います。複数当たってたら、ね、わかんないけどね。わかんない、それはもう個人自分の責任ですよ。ギャンブルですからね。ギャンブルは個人のセンスであり、個人の責任でやるもんですから。というわけで、ソフトバンクのおかげで損しました。ありがとうございました。